い、稽古の通算を展開しております合同会社おもてなし民の新年シェアです。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、同時にですね、私が池袋にいた時に、会社の集合教育でライブラリー教育というのを、受けさせていただいたんですけども、そちらで、受けた時の話もですねシリーズでお送りしております。で、まあ、前回もですね、創作料の話したんですけども、私が作ったですね、創作した、中国の四川の漬物とうなぎの、炒め物ですね、炒め物を、ハスのピン包みという、和名をつけたような気がするんですけども、そちらの料理のですね、評価がですね結構、珍しがられて良かったというのを覚えてます。もちろんですね会社の、偉い方もそうですけども、同じ、補佐として2番手の、料理をやってた、仲間ですね、仲間なんかも結構注目してくれて、で非常に評価を受けたのを覚えてます。でこれがですね、やっぱしその、次の回にお話しますけども、私が料理長になる時の、一つのきっかけというか要因になったっていうのも、聞いていますので、やっぱしどこでチャンスがあるかわからないという中では、たまたまチャンスを生かせたっていうのもあると思います。ということで、この続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。